橋本です。こんにちは。今回あげる動画は、今急に感染者爆発的に増えている。このことについて、ホワイトチームの考察をちょっと話しておきたいと思います。これはあくまでも私が知り得た情報ですから、100% どうかっていうことじゃないですけど、私の直感ね、直感はその通りいくだろうというふうに思ってます。何かっていうと、このままこのあと1週間2週間でバンバン増えますから、ブワーって、これね、わざと数増やしてます。意図的にやってますよ、意図的に、意図的にやって、これは多分僕の感覚ではホワイトチームがやってると思います。で、日本もこの口実でロックダウン僕するっていうふうに思ってるんです、ね。これさっきの動画でも言ったと思うんだけど、でこのタイミングで今ささやかれている、緊急放送、ね、の発表とかが僕は来るというふうになんか踏んでます、もしく来なければ、日本国民の集合意識を宇宙連合が察知して計画を先延ばしにするか、なんか違うこと考えるかもしれません。ただあくまでも、宇宙連合って今までもそうだったからよくわかると思うんだけど、絶対国民に大混乱を起こさせるようなことだけはしないんですよ。だから必ず戦争今やってても全部水面下でしょ、水面下ね。で本当にやってんだかやってないかもさっぱり分かんないよ、みんな。だけど実際は知ってる人だけは分かるけども、大戦争やってんの。第三次世界大戦やってんで今、それも宇宙人をね、宇宙人だよ、宇宙人を含めた戦争やってんだよ。信じられないでしょ、ね。だからこれが大混乱にならないように、だけどまあ、多少の目覚め。やっぱりね、人間っていうのはね、平和ボケしてるといくらね、こういう話を言っても全く聞かない、よく分かったでしょ。やっぱ人生に自分にね、こう苦難苦悩が降りかかってこないとね、人間真剣にならないんだよ。もうそういう動物なの、もう。だから私幸せです、何も困ってることありませんなんて言ってね、言ってる人ね、これがね、いい悪い言ってんじゃないよ、これがちゃんとこの状態で世のため、人のためね、みんなのために尽くすために何かをしてるんだった、これオッケーだと思うよ僕。だけど私幸せ、何の苦労もないの、美味しいものも食べてハワイにも行ってなんてね、そういうお気楽さんが、これね、ダメとも言わないけど、何の魂のね、学びにもなってない。で、僕は思う。で、それが良ければやればいいし、もうやめようと思えばやめればいいの。もうそれだけ、選択はただ、もう皆さん次第、ね。ただ、地球規模でそういうことが起きて、日本でもそういうことが起きるであろう。ね、ロックダウン。ロックダウンをするんだけど、多少の混乱をわざとする。なぜって、ね。例えば食糧難がある、ね。みんながパニック買いする。それからお金が引き出せない。ってなる。そこへ持ってきてちょっとした放送が流れる。とかね。何らかのね、こういうシナリオが絶対あるはずだから。ね、でこういうことを経験して、みんなから、なんじゃそりゃ、聞いてねえよっていう状態が起きないと、本当のここがね、やべえっていう学びにならないんだよ、これがうまい。ねえ。まあ、本当はこういうことが起きない状態でみんなが気づいて、ね、覚醒して学んでってなれば一番いいんだけど、どうやら無理みたいだね。ごめん、無理みたいだよ、こればっかりは。だから、やっぱりそれなりの、三次元的な、混乱、そしてそれにその先のアセンション、これはどうも来るらしいよ。ただその来るタイミングは明日なのか1週間後なのか、
1ヶ月後なのか、そんなの分かんないよ。この神様しか知らないよ、こんなこと。うん、だけども来ることだけは間違いないんだよ。もうね、僕の直感はね、もうずっとそういうことでね、頭がいっぱい、だからもう覚悟決めてる、ね。で、なんていうかな、まあそういった意味でね、とにかくいいことしか待ってない。うん、それと次に、最近 NASA ね、NASA、ちょっとまだ話全然ガラッと変わっちゃうんだけど、NASA、NASA の大嘘がもうどんどん暴露されてね、もう月のことも嘘、火星のことも嘘、で今表に出てる情報は全部嘘だよ。ね、だから宇宙飛行士全部あいつら嘘ついてんだよ。うん、嘘つきだよあいつら。もう金だよ金。いい給料もらって嘘をついてね、テレビに出てるだけ。やばいよ本当に。ね、だからでもね、仕方ないのかな。お金ってさ怖いね。人間変えちゃうんだから。お金のために少々嘘ついてもね、もうね、行っちゃうんだよ。ね、スペースシャトルバーンで飛んでったとか、で空中で爆発したとか、あ、全部みんな嘘。月の月面着陸も全部嘘。ね、ひどいもんだよ。実際もうね、もう高次元とチャネリングができてる人たちは全部情報を得てて、レプテリアンが住んでたとか、宇宙人が住んでるとか、支配してるとかね、何た、大成建設だか鹿島だか知んないけど、もう月とか火星とかに何か建物作ってるとかさ、いろんなこと言われてるよ。まあいずれ分かるんだろうけどね、もうとにかくね、もう石屋っていうのはね、もう全てが嘘だから、嘘、金儲けね、銭儲け、そのために協力する人間にはね、箔をつけるためにね、いいポスト与える、それからめちゃくちゃいい給料与える、それから権力与える。だけど、石屋の子分だよと。ね、この地位を味わいたかったら、俺らの言うことは聞けよって。で、コントロールされてさ、魂売っちゃってんだよ。全部だよ。官僚も、ね、霞が関も、国会議員も、もう漏れなくだからね。みんな大嘘つき。表向きじゃいいこと言ってさ、ね、こんなんか全然違う。だからこことここが全く逆だかんね、三位一体じゃないんだよ。もうぐっちょぐちょ、でも全部お天道様、神様、もう全部チェックだからね、通信簿で。だからそういった意味じゃ安心してね、ちゃんと通信簿つけられる。でこれを科学的なことを言うと、ね、僕はお天道様とか宇宙さんとか言うけど、ね、もうね、量子力学で、ね、波動測定器っていうのはもうあるの。そしてそういうものを使った宇宙テクノロジーで、誰がどんなことを考えて過去どんなことをしてきたかとかっていう過去の記憶とか、もうね、全部わかんの。もこれももう最新技術であんの、ね、でそういうのを一人ずつ全部チェックしてって、あ、こいついいやつね、ちゃんと真面目にやってきたかとか、あ、昔悪だったけど、ね、昔どうしようもなかったけど、ね、変わったなとか、そういったことも全部含めて、全部、全部チェックされてんの。だからそういった意味では、何の心配もないんだよ。何の心配もないんだけど、その前に、ね、魂的にこう僕の話聞いてさ、ピンときたとかさ、あ、そうかもしんねえなと思ったら、本当に神戸を垂れてさ、一緒に学んでこうよ、こういうこと。でね、本当の真実を知って魂の喜ぶことやったら、こんな楽しいことないから、本当だよ、もう魂の思ったまんまに生きるんだよ、もう確かに経済があるからさ、この微妙なね、コントロールとかこのいろいろあるけどさ、ね、もうこれすらもう超えていく、ね、地位も名誉も関係ないの、もう、立場も関係ないの、ダメなものはダメ、いいものはいい、ね、そこは自分の魂に正直に生きていけばいいんだよ。でも軽やかだよこっちの方が、面白いよ、ね、まあそんなんで取り留めもないけどさ、
あの宇宙の NASA の嘘もちょっとまあ話したし、まあ、あのちょっとしたあのぼやき、うん、私の独り言、うん、お付き合いくださってありがとうございます。